皆さんどうもこんにちは。ホラゲーはやるより見る方が好き、うぷ主のみーです。今回やるゲームは多分ホラゲー、霊夢です。毎度おなじみホラーは苦手、マリサだぜ。ということで本日は、カーテンオブバンバンを実況していきます。こいつら、ハギーワギーと同じタイプでしょ。多分そう。そうなんかい。ちなみに、公式のゲーム説明がこちら。バンバン幼稚園に入園したら、きっと友達ができます。神秘的な施設を探索し、命と正気を失わないでください。その場所の背後にある恐ろしい真実を明らかにしますが、あなたは一人ではないので注意してください。命と正気。ということでやっていきましょう。雰囲気ある部屋に雰囲気ある可愛い時計。異常だよ。行方不明の子供を探している親にとって、時間はデリケートな問題です。時計をクリックして時間を進めます。行方不明の子供、この幼稚園で。随分ときな臭いじゃないの。じゃあちょっと時計をクリックしてみよう。あ、板が増えた。あのマスコットじゃない。なんかもやかかってない。そして真っ暗になった。なんだか気味が悪かったな。行方不明事件とあのマスコットは、何か関係があるのでしょうか？こいつら仲間めっちゃいるから勝てなさそう。戦うつもりだったの。マスコットたちはどこにでもいる感じのファンシーなキャラだよね。でも幼稚園内が暗いせいかなんだかゾクッとするぜ。あ、扉のところにいたやつもいるわね。さあ、本格的にこの幼稚園を調査していきましょう。あ、テーブルの上に何かあるわよ。これはカードキーかな？パソコンのディスクではないみたいだぜ。僕みたいに強くなるために野菜と果物を食べよう。野菜と果物だけでこうはならない。はい、わかりました。さっきのカードはここの鍵じゃない？天才かもしれない。誰もが思うことだろ。おお、倉庫みたいな場所だ。と言ってもがらんとしてるがな。爆破スイッチ、隣の機械のものだと思いたい。これなんだろう？ドローンっぽいけど。どうやら動かすためにはバッテリーが2つ必要みたいだな。バッテリーくらい最初から用意しておいてよ。この先は進めないんだよね。なんだこれ？ママ僕ね、今部屋に隠れているんだけど、モンスターと戦わなくちゃいけないんだ。クレアを助けられるチャンスなんだ。待って、この鳥、こいつじゃないの？確かにそう見えなくもないな。クレアって子を助けるために隠れていたけど、戦うことを選んだみたいだね。あのマスコットども、実体化して子供たちに襲いかかったんだわ。一体なんでそんなことがこの幼稚園で起きているんだ。そして今から私はこいつらと戦わなければいけないのか。お、バッテリー1本ゲット。これもそうじゃないか？こんなに簡単に見つかっていいのだろうか。そもそもなんでこんな場所にバッテリーを放置しておくのよ。あれって、ドローンか？ああ、勝手に動いてる。バッテリーをスイッチに入れたからかしら？幼稚園でドローン操作って、どういう状況なんだ？ドローンを動かせるようになったってよ。おお、なんだかわからないけどすごい。来た来た、うまく操作できてるじゃない。なんか嬉しいね。この部屋に誘導すればいいのか？あれ、来てない。こっちじゃなかったってこと？あれ、もしかしてボタンなのかな？ずっとベルかと思ってたぜ。あの高さならドローンがちょうど届きそうね。その赤いのに触ってみて。来たー、正解だわ。これでどこかの扉が開いたりして。おい、反対の扉の横にもボタンがあるぞ。ここも押してみよう。おお、優秀。どうかな？よっしゃー、ドローン作戦大成功。おい、あれって。鳥さん見てるよね？ひょっこりこっち見てやがるわ。あ、帰った。ドローンをぶつけてやろうと思ったのに、幼稚園らしい場所にやってきたな。もう書いてある文字が全部不穏に見える。いつ何が来るかわからない中での作業は地獄だね。モンスターへの対抗手段がドローンしかないもんな。あ、武器発見。それと暗号の紙もゲットしました。ハンマーでこの板壊せないかしら？見るからに立ち入り禁止だけど、進みたい。すごい簡単に取れたんだけど。ここも幼稚園なの？どうしてここは封鎖されていたんだろうか。イラストが書いてあるから本来ここも行ける場所みたいだよね。笑いは最高の薬なので、笑顔を忘れずに。お前化け物だろ、辛辣。これは違うみたい。あ、こっちかも。あの鳥野郎、相当歩き回ってるわね。壁も歩けるとかもうどうすりゃいいんだ。あ、足場らしきものが降りてきたよ。おいおい、ここエンジが間違ってきたら大変だぞ。暗くて見えないけど相当高そうだよね。これは閉鎖してるわけだわ。何か起きてる。また不穏なことが書いてあるな。一体ここで何があったっていうの？この後ろのボタン、このマスコットたちの体の色を選択するんじゃない？ちょっとセットしてみましょう。最後のクラゲみたいなのはオレンジだったかな？やっぱり緑だったのかもしれない。あ、また新しいカードキーだ。あれ？鳥こっち来てない？じゃあ、来てる、乗ってきてるあの野郎。お前の乗り物じゃねえ。どうすんだ、あいつ目がマジだぞ。来ないでー。その後も鳥と人間のガチンコデス鬼ごっこが繰り返された。早ーく。来た足場、これで逃げるのよ。まさかあいつも。うおー、負けるかー。カードキーはいただいたー。よし、余裕だ。これは負けるぞ。進めない。何度目の挑戦かわかりません。あのスイッチ、あれを押さなきゃダメなんじゃない？これかー、一生ここから出られないかと思ったよ。鳥、落ちたのか？よっしゃー、ざまあないわあの鳥。でも生きてそうだよね。落ちた後、どうなったかわからない奴は大抵生きてるのが鉄板だぞ。でもこれで邪魔者がいなくなったから安全に先に進めるわ。延長室っぽいところをカードキーで開けたら、もう何かあること間違いなしな機械機のエレベーターが出てきました。さっきの鳥も地下に落ちてたし行きたくねえ。大体なんで幼稚園に怪しげな地下空間があるのよ。では皆さん、地獄の地下旅行に出発です。ああ、やっぱり行きたくない、帰りたい。でも子供たちを探さなければいけないぜ。絶対みんな地下に連れて行かれたんだ。あのマスコットども、ほんとろくなことしないわね。地下ってドローン来るよね。なんだこの揺れは。ひー、化け物の声じゃない。我々はとんでもない場所に足を踏み入れてしまったのかもしれません。じゃあ、何よ、誰ですか？おいおいおい、どうなっちまうんだ。何かいる。こいつもまさかマスコットか。ああ、こいつ、緑、いたわ。すいません、道間違えました。どうなったんだ？ここは、地下で合ってるよね？うわ、何これ。地下に進むときにこいつが出てきたんだぜ。動いているコンテナを襲撃するからこうなるんだ。お、ドローンのリモコンは無事みたいだぜ。このゲームの謎解きは基本的にドローンを使います。へえ、ドローンで謎解きなんてめんどくさそうだね。めんどくさい。冷静に操作しないといけないのと、迫ってくるやつから逃げないといけないのがまた絶妙だぜ。ご会長。でもさ、幼稚園の地下ってそもそもおかしくない？普通はこんな空間ないもんな。一体この謎の地下は何のために作られたのか。ここって本当に地下だよね？そのはずだけど、これって建物だよな？なんだか学校に見えるね。一体どれだけここの地下は広いんだ。またカードキーだな。どうやら地下で実験か何かをしていたっぽいね。もしかしてあのマスコットたちはここで作り出されたのかも。人の手で何かが生み出されたのは確かだな。我々はとんでもないものを生み出してしまったようだ。生み出すといえばウプ主の料理も同じようなもんだよね。私の料理は人を襲わないからセーフ。おい、何も考えずここに乗ってるけど大丈夫なのかよ。何かあったらお願いね。無理だ。なんだ電気が点灯しただけか。とりあえず先に進んでみよう。ダメだ、鍵がかかってるのか開かないぜ。こっちの道じゃないのかな。あ、ここに操作パネルが。ああ、道動くじゃん。なるほど、これで順路を変えろってことだったんだな。部屋全体を明るくしてもらわないと見えないよ。お、この先は明るいんじゃない？なんかこれはこれで不気味だぞ。その雲は本物？雲が出てくるんじゃねえだろうな。だってよウプ主。わかりました。ほら、雲来るみたいだぞ。今回の敵は雲か。最初から覚悟していたら大丈夫、ビビらないぞ。あのマスコットの中に雲みたいなやついたかな。鳥がいたくらいだしいるんじゃない？あ、簡単に開いた。どこに繋がってる？最初にいたところ、ではないよね。ああ、こんなのなかったぜ。パンチしろって、どういうことなんだろうね。うわ、なになに。Hey, you there. I can see you on the cameras. I am so happy to see you. And I need your help with something. Wait, can you even hear me? Hello?誰かに見られてる。おい、聞こえてますよ。誰が監視しているんだ。え、閉じ込められてる。一体何者なんだ。とにかく助けないと自分も助からないんだ。でもなんか他のキャラと距離感あるね。その後、こんなメモを見つけました。よくわからないが何かの実験でいたみたいだな。本当に幼稚園なのかどうか怪しくなってきたよね。我々のように真相を知ろうとする輩は消されます。ああ、この雲、お前襲ってくるんだろ。名前はナブナブか、覚えておこう。こいつも襲ってくるんじゃない。もうみんな敵。ここにきっとキーカードがあるんだ。いや暗いな。物騒な注意書き。すごい職場環境だね。雲と対峙するのが当たり前なのかここは。とりあえず先に進まないといけないから進んでみよう。雲の話にしておかないでもらいたい。いつ出てくるのかわからないからマジで嫌だ。そろそろ出るか。いつ出ようか今頃雲はワクワクだろうね。これでアイテムは全部回収したか。あとは元来たところに戻るだけ。来てます、なんか来てます。お見事。おらー、人がまだ話してたでしょうが。あのビジュアル絶対雲じゃねえ。雲っぽい変態。ごめん。懐中電灯を持ってくれって書いてあったからとあの雲は明かりが苦手なんだね。矢印の上に来ると電気が点灯するからその明かりを利用して安全に帰る。あっはっはっは、どうだ、思うように追いかけられないだろ。もう少し。じゃあなナブナブ。手に入れたカードキーを使えば閉じ込められてる人を助けられるな。一体どんな人なのか気になるね。脱出方法を教えてくれるみたいだしいい人じゃない？あれ？誰もいなくないか？なんか紙が置いてある。これをサクッと読めれば逃げられるかもしれません。あなたがこのメモを読んでいる間、私はあなたに忍び寄り、攻撃するつもりです。おい、まさか騙されたのか？なんで、別に騙す理由なんかなくない？なるほど、まんまとはめられたんだ。くそ、せっかく集めたカードを全部取られた。こいつ、ただの化け物じゃない。めちゃくちゃ知能があるとんでもない相手だった。ここは一体。タンカー？なんか病院っぽくないか？確かにそう言われたら病院に見えてきたよ。私は運ばれたんだろうか。ドローンが不自然に用意されてるのもおかしいけどな。うん、ドローンはちゃんと使えてる。わざわざドローンを残しておいてくれてるなんて優しいね。なんか手術とかなんとかって言ってなかったっけ？ああ、手術の準備をするからしばらく寝てろってな。緑色の何かをズルズルやっちゃってるよ。何を何したのか想像したくないぜ。おお、エレベーターが下がってきたよ。上に進めばいいのかな？あ、ドローンくん置いていっちゃう。その辺にあるでしょ。上の階に着きました。ここは病院っぽくないな。いやでも小児科とかこんな感じのイメージじゃない？え、誰かいるよ。大砲とグデングデンの何か。こいつ、地下で潰れてたのに似てるね。廊下の奥にも同じようなのがいる？こいつもマスコットなんだろうか。彼ら？グデンとした奴らのことじゃないの。そいつらが暴れて大変なことになったみたいだな。この文章からだと、作り出した実験動物の経過観察って感じだね。ここが実験動物たちの幼稚園ってことだったら恐ろしいぜ。でもこの主人公は子供を探しにここに来たわけだよね。天才フランちゃんのミラクル推理によると、もうその時点で頭悪そう。表向きは普通の幼稚園、しかし実態は化け物研究所。ほら、実験されてるっぽいでしょ。そうっぽい気もするね。表の顔と裏の顔があって、主人公は都合が悪い存在だから、化け物どもに襲わせて消そうとしてるってことなのか？恐ろしいねー。やっぱり確信に迫るとヤバいんだよ。そういうことで化け物知能テスト試験銃を探索だ。なんでそんなに楽しそうなの？学力のテストかな？ベイビーの綴りが間違ってるな。私も単語の綴り苦手だからヤバいかも。めえ、どうしたその目は？天才フランちゃんの推理だと、単語の綴りがわからなくて眼球が取れたんだな。当たってたら笑えないんだけど。あ、注射器発見。薬かな？おい、やっぱりあの動かなかったやつもマスコットじゃないか？こういう青鬼いたよね。ふわっちーとゴリマッチョを合わせた新たな青鬼か。抽出前に注意をそらすって書いてあったけど、注射器は薬じゃなくて、何かを採取する目的で使うものなんじゃないか？あ、体液ゲット。なるほど、注射器でこいつらの体液を採取していけってことだね。採取しても襲いかかってきたりはしないね。それじゃあとりあえずそこらのやつから採取してこよう。順調順調。うわぁ、なんだこいつ。まさかこのクソデカモンスターからも取れって。無理だ帰ろう。帰れねえんだよ。待て、注意をそらせって書いてあったのはこいつのことなのかも。確かに、同じような色だ。注意をそらすっていうのはこういうこと？ここから体液いただき。あっはっはっは、どうだ、こういうことだ。ドローンで何でもできるじゃねえか。集めた体液をこの謎の入れ物に入れると、ロックが解除されますので、この花火らしきものを、こちらの大砲に詰めて、発射。本日2度目の眼球攻撃です。あいつも散々だったな。目を窓のところに近づけてなかったらよかったのに。カードキーをゲットして、開かずの扉を開けます。あれ？落下してきたところじゃない。そうか、全部繋がっているんだ。前はこちら側から行けなかったんだよね。ってことは、この施設にはいろんな塔があるのかもしれないね。そうかー、これは先が長そうだぞ。また緑色の跡が。何あれ、あんなのいなかったよ。確かバンバンが地下にいるやつとか言ってたよな。もしかしてこれのことなのかな？ゆっくり動いているだけで何もしてこないよ。どうなってるんだよここは。ああ、最初のエレベーターの下にいたやつがいなくなってる。あいつ、死んでなかったのか。順路を変更して、ドローンでなんかやってここに来れました。すごい目がチカチカする。ここは何塔なんだろうか？この明るさ、逆に怖い。何も出てこなければいいんだが。何かの注意書きだよ。ジャイアントスネイルアタックからの回避方法だって。プロレス技？それはそれで怖い。おいおい、いかにもなんだけど。あの鳥。あいつ落下して死んでなかったんかい。ダメだ、ここは引き返そう。え、誰かいるぞ。早く、こっちよ。え、バンバンの彼女。今はあの人の言う通りにするしかない。助けてくれたのか？うおー、逃げ切る。え、何？教室だよね？皆さん、新入生を歓迎してください。こいつは何なんだ？先生なのか？あなたは遅刻よ。今日は初日だから多めに見るけど、次回遅れたら粉々にするからね。こいつはとんでもねえやべえキティだ。あなたは人気のない新入生だから、人気のないテーブルについてちょうだい。人気のないテーブル？どういうこと？そもそも他に座ってるのがものなんだけど。初対面の人に人気のないって言われるとなんかムカつくわ。ここですか？ちょっと、どこに座ってるの？違うの。音がめちゃくちゃ不穏。じゃあ。これまた騙された？どうやら先生の指示に従わないとブチ切れられるみたいだな。楽器の過程で、他の人を全滅させる方法を学びます。待て。これ何の授業？数学については、楽器中に足し算引き算を学びます。引き算、割り算、掛け算、その他いろいろ。あ、ちゃんとした授業も一応あるのね。ってことで、68億、7412万、3612足す9億、8193万、9912は？あ、暗算で？正解できなかったらまた恫喝されるよ。先生には悪いが電卓使わせてもらうぜ。あ、これボイスレコーダーだったんだ。しかもいくつかあったから奇跡的に正しいのを選べたんだね。間違えることがこんなに恐怖に感じるなんて。あー。もう疲れたわ。私もです。どうした？侵入性かもしれないわ。ちょっと見てくるから。みんなはここでおとなしく座って待っていてちょうだい。え、先生行っちゃった。チャンス到来。おとなしく座ってろって言われて座ってる奴がいるかよ。こういう奴クラスに何人かいるぜ。でも確かにこれはチャンスだよね。エスケープって出てるしな。それじゃあ先生が戻ってくる前に急いで立ち去ろう。さらばだ。次はもっと子供に優しくしろよな。やっぱり怖い先生は良くないよ。今考えるとやべえ先生って結構いたもんだぜ。しっかり施錠していきますよ。わかった、言わないよ。気づかれた。今度こそいい先生になれると思ったのに。先生、まずはその凶暴性をなんとかしましょう。優しい先生は絶対好かれるよ。新米先生頑張って。え、鳥すごい増えてない？鳥は鳥でも襲ってくるやつと少し違う気がするぜ。まさかのこっち行き止まり。ゴムプールみたいなのがあるだけだね。強制的に鳥の方に進むしかないんだな。軽い集合体恐怖症だからあの目玉がやばい。あ、引っ込んだ。この鳥さんは無害なのかな？これは、一体どういうことなんだ？突然の停電。なんだったんだ？この鳥モテるよ。触っても何も起こらないってことは何をすればいいんだろうか。鍵はここのだね。出待ちしてたー。まんまと罠に引っかかってしまったってことか。こいつもしかして親鳥なのか。あの扉はすぐに開けちゃダメなんだ。あのフライドチキンの野郎が待機してるからね。いつあげられたんだよ。この子供たちはああしてこうしてそうすればいいんだと思う。何一つわからねえ。掴めるってことはどこかに運ぶのかな。あのプールに入れるとか。正解っぽいよ。よっしゃー、どんどん運ぼう。これであの親鳥がどうなるか、ちょっと戻ってみましょう。子供たちは隠させてもらったぞ。それでも襲ってくるのか。ひー、ダメか。お、何かに気づいたみたいだ。こっちがっつり見てるけど子供たちの方に向かってる。ひな鳥作戦大成功だね。なんかいいことした気分だよ。勝手に子供連れ出したからむしろ悪いことだぞ。カタツムリ。カタツムリの速度じゃなかったんだけど。そういやこの廊下に注意書きがあったよな。ああ、思い出した。目が正面の時は動くな。横向いたら動いていいだっけ？いや、でもどこまで来るのこいつ。信じるんだ、このカタツムリを。おお、止まった。目玉が横向いた。しかも伸びるんかい。チャンス。ちょっと動いちゃった。ものすごくシビアなだるまさんが転んだだよ。動かなければ安全だ。うおーおー、今のうちに。ここだー。早く開いてー。部屋に入れば安全だろ。閉じろ。やったー、逃げ切ったー。その後、大砲を華麗に使い、さらっとパパッと謎を解いちゃって。結構時間かかったぞ。その先にあるアスレチックをこれまたサクッと突破。とはならずめちゃくちゃ沼って。なんとか先に進むことができました。まさかアスレチックまで用意されてるとはな。何がもうすぐそこなの？あれ？ケーキ？中央にはバンバンとバンバリーナがいるぜ。よく見たらここ、みんなの部屋があるよ。嫌な予感しかしない。ああ、バンバンがあんなところから。この裏切り者、何が目的だ？手荒な真似して悪かったね。でも君の目的とか子供たちの居場所を知ってるのは本当だよ。そう簡単に信じられるか。子供たちを連れ去ったのは地下にいるヤバいやつなんだけどさ。そいつが君や僕よりも強いんだよね。まあこの話の続きは地下で話そう。鳥の扉から通路を通ってその先にエレベーターがあるからね。バンバンは何がしたいのかな？地下深くにいる化け物があいつにとっても邪魔なんだろうな。え、あいたよ。あなたは本当にダメな生徒ね。じゃあ、って、こいつ、やっぱり無事だったんだ。先生来たー。鳥の扉って言ってたよね。急いで先に進むんだ。先生勝手に早退してごめんなさい。うわぁ、今の食らってないのが奇跡。ひぃ、パワー系は何でもありだからやばい。床になんか印があるよ。え、なにこれ？どうすればいいの？やばい、行き止まりじゃねえか。回る、とにかく回ってみる。先生を間違って叩き潰した。なるほど、攻撃ポイントの印だったんだね。おかげで安全になったわけだが。本当にエレベーターがあった。これで下に降りてバンバンから詳しく話を聞けるんだな。一度はめられたから信用できないけど進むしかないんだね。目的のため、進むしかない。そこっていうのはこの下のことなのかどうか。それでもやるしかないんだ。地下の化け物ってきっとあの揺れてた顔のことなんだろうね。マスコットたちですら倒せないのにあんなの一体どうやって。このゲームは戦えないから謎解きでどうにかするしかないんだろうな。ねえちょっと大変。どうしたんだよ。前回何してたのか全く覚えてない。そうだ、思い出した。バンバリーナ先生を全部10種で叩き潰したんだった。よかったよかった。で、新たな場所にやってきたと？そうみたいだね、ここは来たことないよ。バンバンが確か地下で話をしようとか言ってたような。じゃあここは地下なのかな？ちょっと何言ってるかわからないけど。バンバンがまた何かしらの説明をしています。何らかの理由でバンバンは暴力的になりやすいんだって。この薬みたいなのを持っていればいいんだろうか。監視室の中で自分自身を閉じ込めているみたい。お、とりあえず電池を見つけろって。日本語は怪しいが対応してくれたのはありがたいぜ。どうやらバンバンフレンズは本能に従って、ついつい暴走しちゃうみたいだね。恐ろしい奴らだぜ。電池2個ゲット。ドローンのカスタマイズまで実装されたんかい。開け、ゴマ。ゴマ。開いた開いた。相変わらず何かが出てきそうな雰囲気。なんだろう？食堂かな？なんかこの展開前にもやった気がするんだが。またカードキーだけ取られるってことないよね？ってことでクレヨンをなんやかんややって。カードキーを手に入れました。これで先に進めるようになったね。え、何？スタッフ？化け物だよ。いやセレア3回。ナブナブが何をしたかったのかわかりませんが、無事にあの部屋を後にしました。なんだこれ？エレベーターみたいだな。マップによると今グラウンドセクターってところにいるって。おお、こんなところにスイッチがあった。うわ、横に移動したぜ。なるほど、このエレベーターを使って各フロアを移動しろってことね。さあどこぞに到着しました。どこだよここ。樹木水星セクターだって。ここには果たして何かあるのか。もう何かありそうな扉があるんだけど。黄色のガラスを壊せって言われてるみたい。了解、とりあえず割るね。何とりあえず割るって。やっぱり頼れるのはお金とドローンだよね。極端すぎる。あ、カードキー発見。このフロアで使えるものだったらいいな。このクラゲ、ついに会えるのか。どう対処していいか全く予想できないよ。急に来るのだけはやめてくれよ。来るか。来るなら来い、ドローンでぶつけてやる。弱そう。え？なんか想像していたよりでかい。急に動き出されたら終わりだぞ。クソデカクラゲさん、お願いだからそこを動かないでね。こんな巨大な体で一体何をしていたんだろう？こんなのが暴れたら建物なんてすぐに壊れるよな。乗っても問題なし。乗るな。あれ？こいつ目玉あったよね。コミュニケーション、キオスク。え？駅の売店に行けって？そのキオスクじゃない。今は眠ってるってことなのかな？ダメだ、キーがないからこの先には進めない。おいキオスク、起きろー。これ何のスイッチ？まさかキオスクのスイッチとか？いや、ロボットじゃないだろ。マジかよ。こんにちは。これ食われる感じ終わりじゃねえか。相変わらず何言ってるのかさっぱりだけど。なんか随分と知的なこと言ってる。おいおい、記憶を消すとか物騒なことも言ってるぞ。今まであったことを忘れさせてあげるってことかな。怖い怖い、なんか暗転してる。うわぁ、顔面。どうなってんだ？急にビーチに来たぞ。これ夢か何かかな？きっとキオスクに何かされてるんだ。おい、お前、一体何をしたんだよ。我が家？ここが家になる予定だった場所？自分の本性から外れたことをすることを余儀なくされる。なんかこのクラゲさんは主人公のことを止めようとしているみたいだね。危険を案じてくれているみたいだけど、それは善意なのかそれとも。この裏切り者を。まだ何もしてない。バンバンとは仲が良くないみたいだよね。一体誰を信じたらいいのか。まさかモンスターどもにここまで翻弄されることになるとは。次回、裏切られる。もうやだ。なんかこいつの目的がいまいちわからないんだよな。子供を生き残らせる？こいつ、一体何をしたいの？本当に助けてくれるの？難しいな。とにかくここから立ち去ってほしいみたいだ。立ち去れば命もチャンスも失わないって。都合のいい話だけど、本当にそんなこと約束してくれるのかな？そしてまた暗転。なんともなってないよね。ここは前に大砲を撃ったところ？バンバン。なんだこいつの顔。悪魔のような形相、これが本性なのかな。臓器が必要？なんか物騒なんだけど。バンバン、こいつは信用しない方が良さそうだ。かといってクラゲもまだ謎なんだけどね。自分の体がクラゲになってる。まだクラゲの精神世界にいるんだよ。これ、無事に元の世界に戻れるんだよな。このまま一生戻れなかったらどうしよう。この廊下、見覚えがある。うわぁ、電電虫。なんだ？見破られているのか？でもこっち見ているのに襲われないよ。精神世界だから大丈夫なの？速度どうなってんだ？ここでまた暗転、ようやく戻れるのか。どう？視界はおかしくない？ああ、クリアになっているぜ。じゃあ精神世界から抜け出したんだ。あれ？でもここって、クラゲにあった場所じゃないよね。ああ、いつの間にか違う部屋に移動していたみたいだ。これまたなんか不気味な部屋だね。あ、こんなところに可愛いバケツが。怪しさしかないんだけど。かける1ってことは、他にも何個かあるってことだよね。あ、あったあった。今回私めっちゃ鋭くない、やばくない。まだバケツしか気づいてないけどな。とりあえず集め終わったかな？ここにバケツを置けばいいみたいだぜ。気づけばすごい数だよ。ドッキリ用とは思えないね。いつからドッキリ用になったんだ。これでこのカードキーももらった。そして別のエリアに進んできました。よし、鍵が開いたぜ。ここには一体どんな夢と希望が？このゲームには夢も希望もねえ。さっきいたエリアにナブナブの部屋があったんだけどさ。どうやらその部屋に入るにはナブナブの彼女が必要みたいなんだ。あいつに彼女なんていたの？しれっと新チャプターで新キャラを追加してくるからな。うわ、この部屋くらい。何かいるんだけど。もしかしてナブナブの彼女？ナブナレイナ？彼女ナブナレイナって言うんだ。私たちの手でナブナレイナを完成させろってことかな？そんなことできるの？薬を注入しろってよ。大丈夫か？大丈夫。ノリと勢いでいける気がする。いけない気がする。うぷ主ドクター、頑張って。ドクターどうしたんだ？わからない。なんだかわからないけど、とりあえず薬作って打ち込んでいきます。あの壁の表の通りに色を混ぜて薬を作るんだ。なら簡単じゃん。実質塗り絵みたいなもんでしょ。はい。これで施術は終わりでしょ。ナブナレイナ完成。多分、手順通りにやったから。あれ？カードキーじゃねえ。これは何かのフロッピーディスク？こっち見てる。何見てんだ？もう大丈夫だからどこか行ってよし。素直でよろしい。とりあえずここでの任務は完了かな。ああ、次はナブナブのところに戻ってみるか。ん？バンバンから放送？難しくなかったって？手に入れたオーディオディスクを再生してみろって。わかった。とりあえずこいつの言う通りにしよう。さあ何が流れるかな？どういうことなんだろう？ナブナブはどうなったんだ？ああ、なんかいる。あ、もしかしてナブナレイナ？おお、ナブナブが出てきた。これでナブナブは落ち着いておとなしくなるってか？なんだかほっこりする映像だね。息もぴったりだし、ナブナレイナ作ってよかったね。じゃあね、二人とも、末永くお幸せに。これでナブナブはぼっち卒業、ウプ主も頑張ってね。おい、今の何の音だ？何かがぶつかったような。うわぁ。なんなんだ一体。え？ナブナレイナ？おい、さっきまで一緒にいたのに向こうで何が。これは、ナブナブの帽子。誰にやられたの？また何かが動き出したってことなんだろうか。前回はナブナブに何かが起きたんだったな。え？なんとか不倫。何か言いに来たみたい。何が言いたいのかわからないけど。立ち去れてって言ったのに立ち去らなかったからじゃないか？え、ごめんなさい。あ、許してくれたみたい。許してくれたのか？え、待ってその構えまさかまた精神世界に。生えてない。一番先に驚くところそこかよ。普通にバンバンファミリーたちが乗ってるんだけど。どういう状況？この声怖いからやめて。まあ仲良くしようよ。落ち着け、運転に集中してくれ。運転中のよそ見は危ないという教訓でした。そしてまたクラゲになってるし。なんだこの巨大な足みたいなの。これいつ戻るんだろう？戻ったとしてもさっきいた場所とは関係ないところに飛ばされているんだろうな。お、戻るよ。じゃあ、バンバリーナ先生。ジャンボジョッシュに倒されたと思ったら無事だったのか。大きな緑の男？ジャンボジョッシュが監視しているってことじゃないか？監視している中、気づかれないようにここを脱出しろと。とりあえず、いろいろ部屋を探索してみるしかないね。バンバリーナとナブナブは危険がないみたいで安心だぜ。あ、もしかしてあの二人ジャンボジョッシュに捕まってたんじゃない？なるほど、ここは一緒に脱出しようってことね。このブロックのせいで先に進めないか。え、何が来るんですか？やべえ、ドアを開けっぱなしにしている。これ全部元の状態に戻した上で着席しないとダメなんだ。ほんとだ。やったー、私の大勝利。やっぱりジャンボジョッシュの部屋だったんだ。見つからないようにするのは大変だったぜ。無事脱出できたので、テープを拾って、バンバリーナ先生を見送って、一緒に出てきてたんだな。テープを再生。あれ？なんか子供がいるね。もしかしてこの子供は主人公の？この時点ではまだ無事だってことだよね。とにかく先に進まないとわからないから新エリアに来たよ。これまた一筋縄じゃいかなさそうな部屋だぜ。タルタバード？あの発狂バードとは違うの？同じでしょ。適当だな。化け物よりお化けよりもこれが一番怖い。落ち着け。数学恐怖症のウプ主に代わって得しかねえか。ありがとうマリサ。ヒントから卵1個が1、オビラバードが4、タルタバードが2だとわかる。それを元に計算して。はい、これで謎が解けたぜ。持つべきものはお金と優秀な仲間だね。いやー助かった。お前ら何してたんだ？そしてここでまた新キャラ登場。新キャラ、なんか雑じゃない。バルディにもこんなやついたな。あれ？動かないね。衣装なしで動かされるべきじゃない。あ、帽子だ。帽子が足りないんだ。なるほどねー。じゃあ今からあの棒切れの帽子を取りに行けと。ああ、あいつが動かないと多分先には進めないだろうしな。それじゃあさっきとあの子の帽子を探しに行こう。え、何ですか？ああ、なんかいるよ。なんだよあのでかいの。まさかここに来てボス戦。あれ？なんだろう？わかった、ドローンを使ってスイッチを押せってことじゃないの。え？あいつ、よく見たらカメレオンじゃないか。長いベロを伸ばして攻撃してくるんだよ。それを避けながらドローンを操作しろってことか。また何かに気をつけて作業しなきゃならないんだぜ。さっきのジャンボジョッシュでうまくいったんだし、今回もサクッとボス倒せるでしょ。でもさ、スイッチの隣になんかイカみたいな絵が描いてない？と言いながら落ちました。とにかくまずはスイッチを押してみろ。あのベロが来る前になんとか。いやそこで止まらないでー。時間制限がないんだ、落ち着いて作業していけばいい。わかった、一つ一つやっていこう。あ、これ、イカじゃない。ロケット花火だろ。ドローンでスイッチを押すとロケット花火が出てくる。ねえ、この花火あのカメレオンに食べさせるんじゃないの？おお、フランの言う通り食べさせたら爆発した。ボスの攻略法が分かったな。これはあと何回か繰り返すんだよ。攻略法が分かればもうこっちのもんだ。打倒ボス、行くぞー。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみ絶賛ボスと戦闘中のウプ主のミーです。あいつらの名前が日本語っぽいと思ったフランだよ。ボスと戦闘中に挨拶をするとは思わなかったマリサだぜ。ということで本日も、ガーテンオブバンバンの続きを実況していきます。前回はこのボスの攻略法が分かったんだよね。そうそう、ドローンでボタンを押して、ロケット花火をゲット、それをあのカメレオンに食べさせるんだ。何個かボタンがあるからこれを繰り返すんだろ。これ聞いてるのか謎だけどな。めちゃくちゃ聞いてた。やった、ボスに勝った。ざまあみろカメレオン野郎。お、ボスがいたところへの橋がかかったよ。このゲーム、おっことしても別の場所で復活してるから安心できないが。でもひとまずこれで安心だね。ここで落下したら最初から？絶対に落ちるなよ。あ、帽子が落ちてるよ。そうだった、この帽子を棒切れみたいなやつにかぶせるんだったね。早速戻ってかぶせてみよう。え？左のはカメレオンで真ん中のが巨大な顔でしょ？この半分はもしかして新キャラ？これはいつか出てきそうな予感だぜ。まったく、バンバンファミリーは何匹いるんだか。新キャラのカンガルーさんもまだ出てきてないしね。みんな厄介な敵として出てくるのがな。あのクラゲもなんだかんだで攻撃してきそうだしね。はい、帽子持ってきたよ。動いた。大絶叫だよ。え、この子は何に使うの？そもそもこいつここまでしか動かないのか？うわぁ、動いた。お掃除ロボット？多分そんな機能ついてない。一体どこまで進むのか？水槽を渡せ？これってバンバンが言ってることなのか？一石三鳥とも言ってたよね。バンバンの真似をしているお掃除しないロボット。必ずこのロボットは役に立つはずなんだ。とにかく今は進め。こいつ本当に何のロボットなのかわからないぜ。小さい鳥ちゃんのところまで来ました。ああ、驚いて逃げ出したぜ。あの鳥ちゃん捕まえられるのかな？捕まえて人質にしてここを脱出だ。誰を脅すってんだ？おお、よしよし、いい子だねー。捕まえたはいいがどうすんだ？どうしよう。あれ？なんかポスターに書いてある。鳥の上に？おい、もしかして乗れって言うんじゃないだろうな。鳥に乗れるなんて夢があるね。うわぁ、鳥出てきたー。乗らせて。え、上からジャンプすれば乗れるんだよね？そんな感じのイラストだったけどな。乗った場所が背中じゃなかったとか？ああ、ちょっと頭寄りだったかもな。今度こそ。もう何が正解かわからないので突撃します。え、あれ？乗れた？どういうことだったんだ？鳥の機嫌が良かったんじゃないかな？そういう問題。ちびっこも乗ったよ。すごいシュールなんだけど。このスイッチを押せばいい感じ？何か起こってる？え、何も起こらない？うわぁ、クラゲ。なんだか起こってない？鳥に乗ったことがそんなにまずかったのかな？ひー、ごめんなさい、この鳥がどうしてもって言うんで。鳥のせいにしやがった。帰れって言われても帰るわけにはいかないんだよ。そうそう、子供を見つけないと。脅したって無駄だってことだな。そういうことだから、子供を探すよ。え？バンバン、どうしてここに？え？何？急に視界が。鳥走ってるー。あのクラゲ、バンバンをけしかけてきたってことか。扉と鳥の絵だけど、なんだろう？とにかく全力疾走だー。あのちびっこは大丈夫かな？一応走ってきてるぜ。キャー、なぜか進めない。わかった、あのちびっこと離れすぎちゃダメなんだ。おい、このランプの色も何か関係ありそうじゃないか？確かに、ここは水色だけど奥の扉はピンクだよ。ああ、鳥の色だよ。ランプの色の鳥を先に進ませないと扉が開かないのかもな。おちびちゃん先行って。バンバンは大丈夫。よっしゃー、今度は開いたぜ。次もピンクだからおちびちゃんがまた先に行くんだ。ピ、早くするピ。はいはい、後ろにも気をつけるよ。次は水色、ウプ主が先に行くんだ。うおー、全力疾走。こんな集中する競争なかなかないよね。こういうところにも謎解きを仕掛けてくるところがバンバンって感じ。いいペースだ、このままゴールまで集中して走るんだ。ついにゴールか。終わり、だろ？また水道って言ってるよこの人。こっちだピー、今のうちに避難するピー。え、ジャンボジョッシュ。おいおい、一体何が起こっているんだ？なんでか知らないけどバンバンの方に向かってるよ。鳥さんのおかげで離れることができた。どうなってるのか頭がついていかねえ。なぜかバンバンとジャンボジョッシュのバトルが始まりました。ここでクラゲも参戦。どうなってるんだピー。仲間割れしてるよね。あ、目玉に。ひー、倒れた。なんこれ？なんだったんだろうね。早くこっちに乗るピー。え？ちびっこがエレベーターに乗ってるぜ。そして無事におちびちゃんと一緒に脱出できました。めでたしめでたしピー。おー、チャプター3はここまでなのね。これまた続きが気になるところで終わったぜ。次回、おちび対こいつバトルもの。